マイケル・アラン・ポン・スミス、通常のクレジットは、マイク・ポン・スミスは、ロールプレイングゲーム、ボードゲーム、そして、ビデオゲームのデザイナーである。1982年のゲーム出版社、EN ・ R ・タルソリアン・ゲームズ設立から、会社のロールプレイングゲーム作品の大多数を彼が、開発したことでよく知られている。ポン・スミスはいくつかの RPG 製品に作家として、クレジットされ、 EN、メキトン、サイバーパンク2.0、2.0、そして、キャッスル・ハルケンシュタインが含まれる。彼はまた、ダンジョンズドラゴンズロールプレイングゲームの、フォーゴトンレルムと EN、オリエンタル・アドベンチャーズ製品に寄稿し、ビデオゲームやいくつかのボードゲームで、サッカーいは共同制作者として、能力を発揮し働いた。ポン・スミスはまた EN、 ジギペンインスティチュートオブテクノロジーで講師として働いた。軍人一家に生まれたポン・スミスは人生最初の18年でアメリカ空軍と共に世界中を渡り歩いた。彼はカリフォルニア大学デイビス校を卒業し、グラフィックデザインで美術学士号を、そして心理学で科学学士号を取得した。ポン・スミスは子供の時にもゲームをデザインしていたのだが、 大学時代に彼の友人がオリジナルの D&D ゲームセットを入手するまで紙とペンのロールプレイングゲームのアイデアは導入しなかった。大量の回線ウォーゲームの経験を積んで彼は D&D で使われているゲームプレイ機構に関心を持つもののファンタジー設定には興味を持たなかった。だが彼が1977年に GDW から出版された。 サイエンスフィクション RPG トラベラーを入手した時に彼の興味は急上昇した。そのゲーム機構に不満を持ち、ポン・スミスは彼が自分で使うためにインペリアル・スターと名付けてゲームのルールを書き換えてしまった。ポン・スミスは後に EN グリーン導人者の EN ホビーゲームズザ100ベストを受賞した作品ではトラベラーが彼が出会ったゲームのベストロールプレイングゲームと呼んだ。 ペンと紙のゲームのデザイナーになる前、ポン・スミスはビデオゲーム業界でグラフィックデザイナーとして働いていた。彼の大学を出て最初の仕事は EN カリフォルニアパシフィックコンピューターカンパニー向けのパッケージデザインと広告素材に加わることだった。同時に彼は初期の日々の職務中カリフォルニアパシフィックの仕事に焦点を当てていた時に 日本のゲームを欧米市場向けに再梱包する仕事に関与していた。彼は後に EN、ビルバッチがプロデュースしたオリジナルタイトル向けのデザイン制作とリチャード・ギャリオットがデザインしたウルティマゲームの初期作品、そして後期のカリフォルニア・パシフィックから出版された作品のすべてのデザインに移行した。ポン・スミスによるとビデオゲームの領域のデザインは 利用可能な技術の制約に起因してやらねばならないことがそれほど多くはなかったという。他方において彼はよく知っていたペンと紙のゲームをゲームプレイと同時にゲームデザインに興味を持った。組版におけるサイドの仕事のおかげで彼はとても現代的なコンピューターと先進のソフトウェアを用いて本と雑誌をレイアウトした。このアクセスを活用して彼は E.N. メキトンと呼ばれた彼が過去につまずいた日本語の漫画本を土台にしたメカゲームを書いた。紙のゲームを生成した彼の仕事の興味のために彼のグラフィックデザインの経歴はゲームデザインに消費された。ポン・スミスが基礎からデザインした最初のゲームは E.N. メキトンという漫画やアニメに強く影響されたメカゲームであり、1984年に発売さされた。 ポン・スミスは彼が入手できた日本語の機動戦士ガンダムの漫画を最大の基盤にして仕事をしたと自認している。文章は理解できず世界のダイナミックスは漫画の絵柄から純粋に彼が不正確に作り直した。ゲームの最初の公開テストプレイは地元のコンベンションで行われた。メキトンの最初の公開リリースは 純粋な戦術法をゲームから作られた全般的にロールプレイングの要素を含まないメカニックの戦闘に焦点を当てたものだった。メキトンは数年後、ポン・スミスとマイク・ジョーンズを作覚レジットに加え、正式なロールプレイイングゲームとして再発売された。1987年、ポン・スミスは新しい版のメキトン2を発売した。これは、 インターロックシステムを土台にした機構をフィーチャーしており、後に若干の修正を経てサイバーパンクラインでも用いられた。同年、R ・タルソリアン・ゲームズは日本の漫画から発想を得た、ポン・スミスの別のゲームティーンエージャーズ・フロム・アウター・スペースを発売した。このゲームは機構に重要な変更を加えて1989年に再発売された。サイバーパンク キャッスル・ファルケンシュタイン、EN、サイバージェンナーション、そして EN、ドリームパークなどのゲームが後に続いた。彼はまたフジオンシステムでヒーローゲームズのデザイナーたちとコラボレーションした。1988年、R、タルソリアンゲームズは、マイク・ポン・スミスのサイバー・パンク・ザ・ロールプライング、ゲーム・オブ・ザ・ダーク・フューチャーを発売した。2013年の設定のゲームは、 ポン・スミスの他マイク・ブルム、コリン・フィスク、デーブ・フリードランド、ウィルモス、そしてスコット・ラゲルズを共同制作者として執筆された3文冊の本が入った箱製品だった。ポン・スミスと他の作者によるいくつかの拡張製品の後、1990年にポン・スミスはストーリーアークと機構を更新したサイバーパンク2020を発売した。ポン・スミスは サイバーパンクの能力値作成を主に彼がジャンルへの関心を引き起こした1982年に発売されたリドリー・スコットのブレードランナーからヒントを得た彼のサイバーパンクロールプレイングゲームへに対するモチベーションは技術と影そして映画のフィルムのワールドのスタイルを再現したいという欲求から来るものだったサイバーパンクは R タルソリアンゲームズの製品の中で 最も膨張し、44冊のソースブックを通して4700ページにも及ぶライブラリーとなり、これまで推定500万人のプレイヤーを要した。1993年、R ・タルソリアン・ゲームズの旗の下に、ポン・スミスはサイバー・パン・クラインの別な時間軸を発売した。サイバージェンナーションと名付けられたソースブックは、さらに追加の拡張により増強され、 1995年には第2版となり、既存の上にさらに構築され、テーマを探求した。ラインのライセンスは後にジョナサン・ロブレイに買収された。彼はファイアーストームインクのオーナーで、この会社は2003年にアール・タルソリアンのサイバージェンナーション製品ラインを具体的に継続するために設立された。1996年、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは、 トレーディングカードゲームネットランナーのためにサイバーパンクのライセンスを受けた。デザインはリチャード・ガー・フィールドでネットランナーはサイバーパンク2020のプレイヤーたちに場所、存在及びおなじみのキャラクターをフィーチャーした。ゲームはスティーブ・ジャクソン・ゲームズから出版されたピラミッド誌の中で1999年にここ千年期の中で最も過小評価されているゲームの 中に一つに挙げられた。マイク・ポン・スミスはこのゲームのクレジットのスペシャルサンクスのコーに名前が載り、オムにキズミと PHD として仮名を出演している。2012年5月10日、EN ・ファンタジー・フライト・ゲームズは、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストからライセンスを受け、ネットランナーを土台とした新しいカードゲーム EN ・アンドロイド・ネットランナーの発売を予告した。これとは別に、 ポン・スミスの IP をベースにしたカードゲームが短期間存在した。ピーター・ワックスがデザインし、ソーシャルゲームズから2003年に発売されたサイバーパンク CCG である。1989年 EN ・ウエスト・エンド・ゲームズはサイバーパンクとパラノイアとのクロスオーバー作品を発売した。このゲームはアリス・スルーザ・ミラーシャズと呼ばれ、エドワード・ボールマによるデザインで、 サイバーパンクとパラノイアゲームとの間で互換性があった。サイバーパンクの人気がピークの時にポン・スミスの承認を得た少なくとも2つのファン雑誌が制作されたクリス・ホカバウトによる非公式なサイバーパンクアップデートを発展させたインターフェースマガジンとイギリスで出版されたパンク21である。1994年 R ・タルソリアン・ゲームズは ポンスミスのスチームパンクファンタジー RPG キャッスルファルケンシュタインを発売した。ゲームの機構はサイコロの代わりにトランプを使いライブアクションドールプレイングに連動するものだった。キャッスルファルケンシュタインはマイクポンスミスのこれまでで最も絶賛されたゲームとして存続し1994年オリジン賞のベストロールプライングルールズと1995年 ナイジェル・ディ・フィンドレイ記念賞ベストロール、プレイングプロダクトを受賞した作品として認識されている。2000年に、キャッスル・ファルケンシュタインは、ジェームズ・コンビュスとフィルマスターズにより、ガープシステムに改作され、スティーブ・ジャクソン・ゲームズから発売された。ポン・スミスは、サイエンス・フィクション・アー・ピーグ・バック、ロジャース・ XXVC とダンジョンズ・ ドラゴンズに2冊のソースブックから1988年に、オリエンタルアドベンチャーズ向けの EN から、トゥール、ザ・イースタン・デルムスと1989年に、フォー・ゴトン・デルム向けのホール・オブ・ヒーローズを書いたことで、チームソニック・レーシングに簡潔に関連している。彼はまた EN、ウエスト・エンド・ゲームズから1987年に、発売されたオリジナルのスター・ウォーズ。 ローールプライングゲームに軽微な貢献している2000年を通してマイク・ポン・スミスは紙とペンのゲームのデザインからビデオゲームのデザインに舞い戻った。2000年から2004年までの間マイクロソフトにデザインマネージャーとして雇用され彼は様々なゲームに貢献しマイクロソフトゲームスタジオから発売された。2001年に発売された EN メキコマンダー2の中で彼は スチールの役を演じ、カットシーンのキャラクターとして登場する。彼はまた同年に発売された EN、ストロンフラントスタジオ EN、ブラッドウェイクにもクレジットされた。彼がマイクロソフトで開発に携わりクレジットされた最後のタイトルは EN、クリムゾンスカイズ、ハイロードツーリベンジで、その後彼は2004年に EN、モノリスプロダクションズに参加するために出発し、彼は En, ザ・マトリックスオンラインで働いた。ポン・スミスと彼の共同労働者の一人による、マトリックスゲームのアイデアは、当初は、マイクロソフトの社内で売り込まれたが、しかし、En, ザ・ワチャウスキースとの高度な交渉にもかかわらず、プロジェクトは結実しなかった。En, シャイニーエンターテイメントへの売り込みもどちらも成功せず、後に彼は、 マトリックスゲームは唯一モノリスで取り組まれていることを知った。ライブチームに参加する機会を与えられた彼は雇用主を変更することを決めた。オンラインクリエイティブディレクターそして主任ゲームデザイナーであるトビー・ラガイニの主催でポン・スミスはゲームのデザインを最後までやり遂げた。2000年内ポン・スミスは彼がサイバーパンクの第三版の仕事をしていると発表した。 作業自体は以前にも開始されていて、1999年のドラゴンボール Z アドベンチャーゲームの発売後、サイバーパンク第3版はその後すぐに出荷することが期待された。当初はサイバーパンク 203X と呼ばれ、ゲームは2001年春の発売と予定された。ゲームの最初の2ページのプレビューが2001年8月20日にリリースされ、 ゲームのリリース日の最初のプッシュバックをマークしている。ゲームの長期開発中、ポン・スミスは2004年12月31日にサイバーパンク第3版の別のプレビューをリリースした。ゲームの初期の原稿は2005年4月8日から10日までの間、ニューヨーク州ロンコンコマのアイコン会場内で、プレビューと最初の公開テストプレイが行われた。ゲームは、ポン・スミス、マイク・ブルム、 コリン・フィスク、デーブ・フリードランド、ウィルモス、スコット・ラ・ゲルズによって執筆され、最後に様々な評価が2005年12月13日にリリースされた。ゲーム内のイラストレーションはほぼ普遍的に、アクションフィギュアの使用のために批判されたが、当時そのコレクターの中の一人にポン・スミスがいた。ゲームは十分に成功したが、しかしながら、 いくつかの付属品やサプリメントは正当化するために、基本ルールブックの発売後すぐに発表された。これらは、ダタパック、フラッシュパッチ、ギャンブック、そして、アルカルトインサイダーと名付けられた。サイバーパンク V3.0 の著者は、前任者と同じように、ニール・スティーブンスンや、ウィリアム・ギブスンが書いた古典的、サイバーパンク小説に影響を受けたが、 また新しい文学のソースや日本のアニメーションと映画からアイデアを取り込んだ。ポン・スミスによるとそれは21世紀の解説になるように設計され、企業は毎日の生活、グループのイデオロギー、政府の場所、武力衝突そしてバイオテクノロジーの進歩に影響を与えるだろうと解説した。アールタルソリアンでの作業に加えてポン・スミスは EN ヒーローゲームズのチャンピオンズ製品に寄稿した。主にチャンピオンズ、ニューミレニアム向けのアリオン説などの本に編集助手として働く。彼はヒーローゲームズの寄稿導入部分を得た。彼は後にその時点までのほとんどのアるル・タルソリアンのゲームにインターロックシステムと合併して使用することを決めた。手順の最終結果は EN、不算システムとして 後に R. タルソリアンのタイトルで使用され、サイバーパンク第3版で特に顕著だった。サイバーパンク第3版の中の序文にて、単なるゲームそのものが様々な評価を受け、新しいプレイヤーを引き付けながらも、必要に応じゲームを合理化するため、ポンスミスによる変更が正当化されていた。EN.R. タルソリアンゲームズはワシントン州を土台にした。 ロールプレイングゲームの出版社である。マイク・ポン・スミスにより1985年にカリフォルニア州で設立されデスクトップパブリッシングを取り入れた最初の RPG 出版社の一つである。マイク・ポン・スミスのつまりザ・ポンド・スミスが現在会社のゼネラルマネージャーを務めており、マイク・ポン・スミスは会社のオーナー、CEO そしてリードデザイナーに就任している。社名の由来について、 ポン・スミスをはじめとする同社は、アール・タルソリアンは二度と RPG を遊ばない、実在の人物だと明らかにしていない。マイク・ポン・スミスはサイバーパンクボンの多くをまたいで、マキシマム・マイクという彼の分身を登場させている。モーガン・ブラック・ハンド、ジョニー・シルバー・ハンド、または、ノマド、サンティアゴのような、繰り返し登場するキャラクターとは違って、マキシマム・マイクは、フィクションと、 現実世界の壁を破り、直接、読者に語りかける。ポン・スミスの特徴や名前が、サイバーパンク世界の中では、違う名前で、直接的に使われている。ネットランナー CCG では、キャラクターの一人として、オムニ・キズミと PHD という名前で、彼が出演している。2012年5月30日、ポン・スミスは、CD プロジェクトレッドにおいて、 サイバーパンク世界のビデオゲームのセットの仕事をしていることが確認された。2012年10月18日、ゲームの名前と設定がサイバーパンク2077であることが暴露された。直後にブライアン・クラセンティは、ポン・スミスがまた審判のサイバーパンク史トペンの RPG ゲームを、ジャンルを改善して作業中であることをゲームのクリエイターと確認することができた。 EN ゲームスポットとのインタビューでは CD プロジェクトのマルチン・イービンスキーはビデオゲームの開発において主にゲーム世界の側面と機構に焦点を当ててポン・スミスが関与しているが当事者間の距離のため日常的には起こらないと漏らしたビデオゲームのクリエイター及びマイク・ポン・スミスと他のアール・タルソリアン社のデザイナーたちは サイバーパンクネットブログを新たに形成された上で貢献する。ポン・スミスの妻・リザと息子・コーディも R ・タルソリアン・ゲームズで働いている。マイクとリザが出会った初期の頃から、二人がまだ大学生だった1977年頃から連携を取り始めた。二人は1982年2月に結婚した。リザは R ・タルソリアンの ゼネラルマネージャーを務めいくつかの作品にクレジットされ、コーディはサイバーパンク V3.0 のサプリメントフラッシュパッチのプロダクションスタッフのメンバーとしてクレジットされた。彼はまたキャッスル・ハルケンシュタイン関連プロモーションとコミュニティのコミュニケーションに打ち込んだ。マイク・ポン・スミスはゲームをデザインする以前はアマチュア古生物学者として働いた。ヨカには彼は プラスチック製 GI 上のアクションフィギュアを収集し、サイバーパンク V3.0 基本ルールブックの顕著な特色そして野外活動を楽しみ、読書だけでなく、ラジコンカーや飛行機で遊んでいる。ポン・スミスはゲームのコミュニティでは非常に活動的であり、そして長年にわたってたくさんのゲームコンベンションに顔を出している。彼は長年にわたり全ンコンに参加し、 ロビン・ディー・ローズの EN40 イヤーズ・オブ・ジェンコンで彼の思い出を特色に導き2007年8月に EN アトラス・ゲームズから出版された。彼は EN アイコン、A、コン、no、EN ノーエス・コーン、オリジンズ、レックス・ケン、EN ランドレイコン他のイベントに出席している。ポン・スミスは1999年の EN ロープ館、 アストローナマッカー2001そしてアイコン25に名誉ゲストとして招待された。マイクと息子コーディ両方が違うゲーミングコンベンションで様々なゲームを走らせている。ポンスミスはまたザ誌 d プロジェクトレッド、エスカンハレンスの2つに EN、サイバーパンク2077ビデオゲームについてのトークステージに登場している。井上澄一は自身の同人誌の中で マイク・ポン・スミスを黒人の男だけど、ドスゲー・オータと紹介し、彼の黒人にオタはほとんどいないという発言を取り上げている。2010年から2011年の間、ポン・スミスは、レドモンドの EN、ジギペン・インスティチュート・オブ・テクノロジーで、ゲームソフトの設計と生産学科の講師として、ゲームデザインのクラスで教壇に立った。彼が教えた二つのコースは、ゲームの歴史と、 ゲームのメカニクス1だった。長年にわたり、マイク・ポン・スミスは、様々なゲームのデザイン、または共同制作で賞を受け取っている。2006年7月1日、彼は、ジョリー・アール、ブラック・バーナン、ロジャー・マッゴーワン、EN、デニス・ミゼ、EN、アーロン・アルストン、そして EN、スター・フリート・バトルズ・ゲームと共に、オリジン賞の殿堂入りを果たした。 1990年、彼がチームソニックレーシングにいたとき、ポン・スミスは3種類のボードゲームを出版社向けに共同制作した。加えて、R ・タルソリアン・ゲームズは、ポン・スミスのボードゲームゴディスを2006年に発売した。メキトンの初期リリースは、またボードゲームを考慮に入れたものだった。マイク・ポン・スミスは長年にわたり、様々な R、 タルソリアンゲームズとチームソニックレーシングの製品に仕事または寄稿した。そしてゲーム雑誌にいくつかの記事を書いた。R、タルソリアンゲームズ向け、チームソニックレーシング向け。ありがとうございます。